知事、セカンドサンズマイナス。知事、セカンドサンズマイナスは、HBO、日本では、スターチャンネルが放送の、ファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの、第3章、戦乱の嵐前編マイナスの、第8話である。プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと、DB ・ワイスによって、原作、剣嵐の第一に基づいて脚本が書かれ、ミシェル・マクラーレンが監督した。 キングズ・ランディングで、ティリオン・ラニスターとサンサ・スタークが懇議を挙げる。メリサンドルは、ジェンドリーを、ドラゴンストーンに連れてきて、その地で、多い戦勝者たちを乗ろう。アリアは、母と兄のいる、双子城に向かう。ユンカイを守る、傭兵軍団、自主のダーリオ・ナハーリスが、裏切って、デナーリスに仕える。サムは、黒曜石が、ホワイトウォーカーを倒すことを知る。 コンギを数時間後に控え、ティリオン、ピーター・ディンクレイジは、サンサ、ソフィー・ターナーを部屋に訪ねて、自分の妻になる不安を和らげようとする。ベーラー大聖堂では、サー聖大号、レナ・ヘティーがレディ・マージェリー、ナタリー・ドーマーに、キャスタミアのレイン家の話をし、かつて、ラニスター家に反逆した、タシュのレイン家を、父タイウィが根絶やしにしたことを話して脅す。大聖堂に着いたサンサは、 ジョフリー王、ジャック・グリーソンに付き添われて、振動のもとへ歩く。ティリオンは、サンサに、ラニスター家の色の街灯をかけるために踏み台を、用意していたが、ジョフリーは踏み台を持って立ち去りおじを恥ずかしめる。出席者がしばしざわめいた後、ティリオンは、サンサにひざまずかせ、二人は結婚する。婚儀の後の祝宴で、ティリオンはひどく酔っ払い、サンサとタイウィン、チャールズダンスを苛立たせる。 タイウィンは飲酒をやめて、ニーズマと子供を作れと促す。ジョフリーは王の初夜剣によって、サンサを犯すと脅した後、床入りの儀式を呼びかけるが、ティリオンはジョフリーを虚勢すると脅して拒否する。タイウィンが割って入り、ティリオンは酔ったせいだと言い訳をして、処罰を免れる。直後にティリオンはサンサと縁を抜け出す。タイウィンがト入りを済ませるよう命じたにもかわらず、 サンサが望むまでは寝床を共にしないと、ティリオンは言う。翌朝、サンサの次女で、ティリオンの愛人のシェイ、シベル・ケキリが部屋を放う、床入りが住んでいないことを確認する。メリサンドル、カリス・ファン・ハウテンは、ジェンドリーを連れて、ドラゴンストーンに戻る。スタニス、スティーブン・ディレーン王に引き合わせると、スタニスは、兄、ロバートのお年子だとすぐにわかる。ジェンドリーを自室に行かせた後、 スタニスとメリサンドルはジェンドリーの処遇を話し合う。ダボス、リアムカ・ニンガムはローデジを読む練習を続けている。スタニスがダボスを訪れ、メリサンドルがジェンドリーを犠牲に捧げようとしていると話す。ダボスはスタニスの老いであるジェンドリーを殺すことに反対するが、スタニスは包囲しない。メリサンドルを二度と殺そうとはしないと誓わせて、スタニスはダボスを釈放する。 あとに、メリサンドルは、ジェンドリーを訪ね、しばらく話をした後、服を脱がせ、二人は、成功する。メリサンドルは、ジェンドリーに流れる王の地に力があると言い,い、ジェンドリーの手足を縛って、体の上に三匹のヒルを置き、血を吸わせる。スタニスがやってきてヒルを焼く儀式を行い、敵とみなす、王位戦勝者たちの名前を読み上げる。ロブスターク、ベーロングレイジョイ。 そしてジョフリー・バラシオンである。アリア、メイジー・ウィリアムズはサンダー・クレゲイン、ロリー・マッキャンが寝ている間に殺そうとするが、目覚めていたサンダーに退けられる。二人はキャンプを出発し、アリアの兄のロブから、身の白金を得るために、エド・ミュア、トビアス・メンジーズと、ウォルダー・フレイの娘のコンギが行われる、双子城に向かう。サージョ・ラー・モーモンと、イアングレンは、デナリス、 エミリア・クラークに、ユンカイは、メロという、名の男が率いる、傭兵集団、ジシを雇っているという。デナーリスは、メロとその副長を二人に面会する。メロを買収して寝返らせようとし、二日間の猶予を与える。三人は、ジシの陣に戻り、カズトがデナーリスの陣に忍び込んで暗殺する計画を、話し合う。くじを引いて、ダーリオナ・ハーリス、エドスクレインが選ばれる。 夜が更けた後、ダーリオは、穢れなき軍団の兵士のふりをして、デナーリスの陣に忍び込む。デナーリスのテントに入って、デナーリスとミスサンデーに、メロともう一人の副長の首を見せる。ダーリオはひざまずき、自死と自分は、デナーリスに仕えると誓う。サム、ジョン・グラッドリーと、ジリ、ハンナ・マリーは、壁に向かう旅を続ける。夜、無人の小屋に泊まり、 ジギの息子の名前を話し合う。近くでカラスの群れが鳴くのが聞こえ、サムは調べるために小屋を出る。直後に、ホワイトウォーカーがサムを襲い、触れただけで、サムの剣は砕け、サムは突き倒される。ウォーカーは子を手に入れようとジギを襲うが、サムが黒曜石の槍先で突き刺すと砕け散る。サムは武器を雪の中に投げ出して、ジギと闇の中に逃げ、カラスに追いかけられる。 原作第3部、剣嵐の大地の第19、29、37、43、47、48章に基づいて、プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと D.B. ーーワイスが、脚本を書いた。ほとんどのシーンは、ベリファスト近郊のスタジオで撮影された。初回放送は510万人が視聴し、18から49歳では2.6%の視聴率となった。 ピーター・ディンクレイジは2013年プライムタイム、エミー賞の助演男優賞、ドラマシリーズ部門にノミネートされたため、本エピソードを提出した。またヘアスタイリング賞、シングルカメラシリーズ部門にノミネートされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。